こんにちは。参議院議員の西田昌司です。今日は11月の12日でございます。昨日参議院の、予算委員会がありまして、我々が、同僚のですね、林芳正先生、そして佐藤ゆかり先生が、TPP の問題について、随分突っ込んだ質問をしてくれました。で、ぜひ皆さん方にも、お二人のですね、予算委員会での質疑の様子、YouTube などで、アップされてますから、ぜひ見ていただきたいんですが、要するに、この2人の質問によってですね、野田総理が全く TPP の内容について、現実問題何も知らなかったということです。特にひどかったのは、いわゆる TPP の一番問題点、ISD 条項といって、要するに、投資家から、日本の国内の、企業、日本の国家が訴えられたときにですね、それに対応することができない。まさに治外法権を、与えてしまうような、とんでもない独ソ条項が入っているということを野田総理は知らなかったと。さらに TPP だけじゃなくて、ASEAN プラス6など、いろんなですね、この自由貿易協定は組み合わせがあるんですが、実は日本にとって TPP は全くメリットが少ない、デメリットが多いばかりでなくてですね、他のそういう自由貿易協定の組み合わせの方がよっぽどです。よっぽど、この GDP に対しても寄与率が高いと。で、唯一 TPP だけがアメリカの経済発展を、に寄与すると。そういう、つまり誰のための TPP かといえば、日本じゃなくてアメリカのためだけのものなんだということがですね、このお二人の質問によってよく分かったわけなんです。ですから、もしも TPP は、賛成だという方がおられても、この二人の質問の、そして野田総理の答弁を聞いていればですね、誰が聞いても100人が100人の100人すべてですね、TPP、こんな状況で交渉してしまっていいのかと、そういう疑問を持たれたと思います。で、ところがですね、で私は、野田総理がそういうことが指摘されたにもかかわらずですね、一方的に参加を表明したと。しかも、その参議院での予算委員会の集中審議をして、その数時間後に、予算委員会の時にはですね、まだ結論を決めてませんと。国会の審議をちゃんとしてからと。そういうようなことを言いながら、現実問題はですね、全くそれを無視して、シャーシャーとですね、参加表明をしてるわけです。これまさに国会軽視と言わざるを言わないで何というかというんです。そしてそれは、つまるところ、国民軽視という意味なんですよ。現実に国会議員の多数がですね、この問題については反対を表明しておりますし、それことだけでもですね、参加すべきでないのに、じゃあ説明も満足にしないで、そして、参加を表明してしまった。その原因は一体どこにあるのかといえば、つまるところは、結局このマスコミとの、マスコミの対応になったと思います。と言いますのも、五大氏はすべて TPP 初めから賛成だったんですね。ですから、我々がこの問題について厳しく追及をしていることもほとんどですね、報じておりません。そして TPP の内容についても全くですね、理解がないままこれを推進してきたんですけれども、昨日の今言いましたような予算委員会の審議、一つもまともに今日の朝刊見ましたけれども、五大氏は書いていません。これまさにマスコミと野田政権の共同成案で国の売る行為、売国行為がですね、されてしまっているということを本当につくづく感じたわけです。マスコミが、変更報道するということはですね、前から言われていましたけれども、五大氏すべてが、こういう報道をしている。その中でもですね、かつては、いわゆる、朝日毎日、読売産経とかいう形でですね、いわゆる星側、革新側というような色分けあったんですけれども、今、どの、新聞もですね、すべて TPP についてはですね、推進側の立場で立ってるんですね。恐ろしい話です。まさに言論というものがなくなっている。で、そして、五大氏がまともに書きませんから、結局は国民にですね、この TPP の問題点が伝わらない。伝わらない間にですね、五大氏やマスコミが TPP はやるべきだという論調を決めてますから、世論調査をしてもですね、結果はですね、当然のことながら TPP には参加すべきだという方が多い結果になるんですよ。そしてそのことをいいことに野田総理が全く国会の議論をですね、無視をして一方的にこれを参加表明すると。とんでもない話です。ですからこれを止めるためにはですね、野田政権を倒す
これ以外まずないんですが、同時にマスコミのこの偏向報道、まあ、このこと、この現実を見てますと、マスコミに頼って、我々の意見をですね、伝えていくということは不可能になります。まあ、そういう意味でも今は、こういうインターネットがはじめですね、便利なものができてまいりました。この国会の議論の様子もですね、マスコミが報じなくても、YouTube などで見ることができるんです。ですから、何度も言いますけれども、昨日の、林芳正、先生の議論、そして佐藤ゆかり先生の議論、これはぜひですね、一見していただきたい。これを見れば、百聞は一見にしかず、いかにデタラメな、この議論の進め方を、民主党政権、野田総理がやってきたかと。というよりも、野田総理が全く TPP の、内容を知らなかった。で、それは野田総理だけではありません。他の、閣僚も含めてですね、全く知らない。知らないのに、知ったかぶりをして、ものをやっていると。で、彼らの論法というのはですね、結局、まあ、丁寧に、ものを言ってるように見えますけれども、いわゆるこの、詭弁を弄しているだけでありまして、一般論を言わせれば何ぼでも言いますけれども、具体的なことを聞かれてしまうとですね、全く勉強してないんでわからない。これとんでもない話ですね。まあ、そのことを強く感じました。それから、最後に申し上げますけれども、自民党の姿勢にも私は問題があると思っています。まあ、特にこの頃自民党の支持率が上がらない。これ当然なんですよ。で民主党がこれだけデタラメをやってるときに、自民党の方がですね、それに対して毅然たる態度で、国民のために何が何でも民主党政権止めるんだという姿勢を、やっぱり谷垣総裁が見せていただかなければならないと思います。私は、この数日間、何度も自民党のこの会議でですね、非常に厳しい執行批判をしてまいりましたけども、その意味というのはですね、今、野党がですね、体を張って、この売国政権を止めなければ、この日本の国どうなるのかと、まあ、そういう危機感が、私をそういう言動に走らせているわけです。で、特に執行部の皆さん方に言いたいのは、要するに民主党は今ですね、例えば TPP にしましても、これはもともと自民党賛成してませんけれども、自民党もいわゆる経済、貿易、自由経済貿易協定をですね、広げたじゃないかと。そういう意味で言うと、まあ、TPP に闇雲に反対するのは良くないんじゃないかというような思い込みがある。さらには、税と社会保障の一体改革や、それから、消費税の問題などについてはですね、これは、自民党がかねてからですね、この改革の必要性を言ってきたわけです。民主党は今までそれを反対してきたけど、ようやく今、そちらと同じ方向になってきた。ですから、正しい方向に民主党がやっていこうとしているときに、その足を引っ張るのは良くない。こういう論法で、この自民党がですね、起死鮮明に民主党政権ダメだということを封殺されてるんですよ。しかし、これ全くデタラメな議論ですよ。よく考えていただきたいのは、民主党が今自民党的な政策やってきたことは事実です。そしてそれが自民党が言ってきたことと近いことも事実なんです。しかし問題は、じゃあ彼らが選挙の時一体何を言ってきたのかと、全く逆さまのデタラメやってきたんですよ。で、そのことについての反省も総括もなしにですね、今正しいことを言ってるからそれに従いましょうというのは、まさに詐欺師がですね、先祖使徒を騙してきて、そしてその間違いを指摘されたら、あ、すいません。じゃあ皆さんが言うけど聞きますから、これ次買ってくださいなと言ってるのに等しいわけです。で、そういう人から物を買ったり取引をしたりしますか？絶対しませんよ。普通なら、お前たち出ていけという形で拒否をして、もう二度と自分たちの家に近づけさせない。これがまともな人間のやる対応でしょう。ところが、そのことをですね、しないで、まあ彼らも分かったんだったら、その正しいことを言ってるんだったら協力してあげましょう。ほら、お人よしにも程がある。本当に自民党自身もですね、そんな世論に惑わされてしまうならですね、もう政治家をやめなさいと私は申し上げなければならないと思っております。まあ、いずれにいたしましても、来週からまた、APEC から帰ってきた野田総理を迎えて参議院の場で予算委員会が行われます。私も質問に15日は立つ予定になっておりますので、必ずこの民主党政権のこのデタラメ、まあ、TPP だけじゃなくてですね、様々なデタラメがあります。これを一つ一つ国民の皆様方に見せて、民主党は本当にダメであると、売国そのものであるということを皆さん方に示したいと思いますので、どうぞ、15日ご期待いただきたいと思います。今後ともご支援よろしくお願いします。ありがとうございました。